The University of Tokyo, with a rich history and tradition spanning more than 130 years, stands at the forefront of the 21st century and is a prominent leader in global academic research. The university continues to raise its profile as an ever more important world-leading center of knowledge. The academic year at the University of Tokyo begins in April, with the university's entrance ceremony held at the Nippon Budokan. Each year, some 8,000 new undergraduate and postgraduate students join the University of Tokyo.真正面から取り組もうとしている東京大学の知的活動を担う主体の一人として、今日ここにいる皆さんにはぜひタフな東大生として成長いただきたいと願っています。知識が強い力を発揮するのは特に社会的なコミュニケーションを通じてです。人や社会を動かすことによって知識は生命を持ちます。ある知識を自分で納得するだけでなく、人に伝えること、人を納得させることには一つの力が必要です。そしてコミュニケーションの相手というのは自分と同じ価値観や人生観の人ではないことがむしろ普通です。この国際化の時代にはしばしば使用する言語さえ異なることが珍しくありません。こうした差異を超えて知識を伝え受け取ることができる力、また互いに論じ合うことができる力、それがタフであるということです。東京大学はリベラルアーツ教育を重視しています。リベラルアーツ教育とは何でしょうか。その起源は古代ギリシャまで遡ると言われていますが、ヨーロッパでの1000年近い伝統と近代アメリカで発達した人材育成制度に根ざしています。今日のリベラルアーツ教育は、君たちが社会の中で責任ある判断と行動のできる大人になることを手助けすることです。言い換えると、権威に寄りかかるのでも雰囲気に飲まれるのでもなく、自分自身の頭で考え抜いて結論を出し、その結論に従って行動する知恵を身につけてもらうことです。The University of Tokyo has vast properties encompassing about 326 square kilometers in 52 locations across Japan. Among these, three locations, the Hongo campus, the Komaba campus, and the Kashiwa campus, are the main sites of our daily educational and academic activities.The Hongo campus is where academic learning developed within the long history of the University of Tokyo. And consequently, many national important cultural properties and registered tangible cultural properties spread across the site. The Hongo campus is home to all the undergraduate facilities, except for the College of Arts and Sciences. That is, the faculties of Law, Economics,
letters, education, engineering, science, agriculture, pharmaceutical science, and medicine, providing classes for undergraduate students. Also, many graduate schools and research institutes on the campus carry out research. Historical research at the University of Tokyo has established a strong presence in many specialized fields, spanning the spectrum from world and Japanese history to the histories of various industries. Professor Kato Yoko is a member of the Graduate School of Humanities and Sociology. 私は日本近現代史の中でも日露戦争から、太平洋戦争に至る間の、多くの戦争っていうんですかね、そういうものを研究しながら、日本の国民、政府が国民に向かって、どういう説得の論理っていうか、だから戦争が必要なんだっていうその演説部分であるとか、政府の人がラジオで説得したり、そういうことを学問的に分析してっていうことをまずは一つやっています。私が少しは歴史学に寄与できるというのは、例えば古い時代の人間が、くずし字という一般的にはなかなか読みにくいもので表現したようなものについてちゃんと拾っていこう、これは例えば非常に珍しいかもしれませんが、満州事変を起こした上人と言われている関東軍の参謀ですが、その石原莞爾が、陸軍省の中にいる自分の、部下に対して送った手紙ですね。石原って言いますと非常に豪胆な感じで、陸軍のかっこつきですか、天才的な参謀と言われる人ですが、こんな細かい神経質な字で手紙を書いている。ですからこの部分まで何月何日に書いた手紙という意見書っていうところまで追っていますとね、やっぱり歴史っていうものを正確に後付けることができるっていうこと、これが学問としての戦争をやる意味なんだろうなと思いますね。今の学生は黙ってると日本史だけ学んじゃうんですね。ですから世界の出来事と混ぜながら、じゃあ1931年満州事変っていうのがあった時には、例えばイギリスなんかでは金本位離脱っていう動きがあったんですよ、でその2年前アメリカでは世界恐慌があったんですよって、そういう、こう世界日本を分け隔てなく様々な登場人物を入れながら語ることが今は重要になってるなっていうふうに思いますね。特に In the basement of the Faculty of Science Building No. 2, medaka are being bred in 2,000 aquarium tanks. At the Laboratory of Embryology, led by Professor Takeda Hiroyuki of the Graduate School of Science, these medaka were chosen for their benefits as research animals. The laboratory has achieved great advances in research into developmental mechanisms to identify the causes of human hereditary diseases.実はメダカというのは立派な脊椎骨を持った我々脊椎動物の仲間の一つであるということです。例えば卵をたくさん産むとか、それからその卵が我々哺乳類と違って外で発生するとか、それからライフサイクル、つまり受精卵から大人になるまでの間が2ヶ月から3ヶ月と非常に短いライフサイクルを持っている等の、いろんなメリットを持っていまして、しかも脊椎動物であるということで、そこで分かったことというのはほとんど、修正なく、我々人も含めた脊椎動物の発生原理に適応できるというメリットを持っています。私たちはむしろメダカを使って、発生の原理を、調べていこうということをしました。一例を紹介しますと、私たちの使っている突然変異というですね、正常に普通に発生させても何か異常になるっていうですね、突然変異が時々出てきます。私たちはそれをたくさん取ってるんですけども、それはですね、人の遺伝病と同じなんですね。例えば最近私たちが、やった、成果を出したメダカのですね、心臓が逆位になる、心臓が本当は左にあるのに右にあるというですね、そういったメダカの突然変異体から始まって、最終的にはですね、人も同じような病気があって、しかもその内臓逆位っていうのが、細胞の表面に生えている小さな毛の動きで、実はその内臓の位置が決まるんですけども、そういうことが分かり、そして同じように人もその毛の異常によって内臓逆位や、
それから例えば、その精子の移動がおかしかったり、それから喉の毛の動きがおかしくなってここに炎症を起こす、ゴミを吐いたのが出せない、そういったですね遺伝病は知られてますが、その原因となっている遺伝子がメダカのその突然変異体の遺伝子と同じであったということを発見して、結果的には小さなメダカのですね突然変異から人の病気の原因まで突き止めるというようなことに成功しました。The University of Tokyo Extension Lectures are held twice each year in the spring and autumn in Yasuda Auditorium at the Hongo Campus. At the 110th University of Tokyo Extension Lectures in spring 2009, professors from a wide variety of fields across the arts and sciences discussed the theme, Specificity, Its Wonder, Risk, and Fascination, from diverse points of view.問題は本当はそれぞれ一人一人違いますね。その人がもし生きてたらどの程度稼げたらなんて、それをその人個々人のいろんな事情からそれを推測しようと思ったら膨大な情報検索の努力等々がいりますね。それをやってる暇がないだけじゃなくって、間違うことが非常に多い。本当に個別個別でやってたら、同じような事故なのにある人はたくさんもらった、ある人は少なかったと、そういう差が起こってくるし、ものすごく時間がかかる。Taking advantage of the summer holidays in August, an open campus is held for high school students and other prospective university applicants.The open campus features a wide variety of events, including discussions about higher education with current students and mock lectures conducted by the teaching faculty, and is an opportunity to experience the real University of Tokyo. There has been a significant increase in participation by female high school students in recent years. And female students are becoming a growing force at the University of Tokyo. The Komaba campus is where all undergraduate students entering the University of Tokyo spend their first 2 years in the junior division of the College of Arts and Sciences. The open atmosphere, surrounded by natural greenery, provides the very best place and time for undergraduate students to take their important first steps on the path to acquiring fundamental knowledge.The Global Focus on Knowledge Lecture Series, conducted for first and second year students of the College of Arts and Sciences since 2005. This program gives undergraduate students a general view of the overall picture of each academic field and an understanding of the organic links among different academic fields. Examined is the vast structure and system of knowledge from a broader perspective.Distinguished University of Tokyo lecturers take the platform one after another to provide cutting-edge knowledge to students. 立派な学者っていうのはね、たくさんのことを知ってる人じゃないの。知らないことがこんなにたくさんあるぞということを痛感してるのが立派な学者なんですよ。そういう意味でね、私の今日の話の中でこういうことも分かってないんだぞ、こういうことも分かってないんだぞということがたくさん出てくるのをあなた方は知ることになると思う。それともう一つ、私は文化系の人も聞いてると先ほど分かったんだけれども、私の講義には
数式は一切使わない。だからその拒否反応を示さないでね、虚心坦懐に聞いてください。くれぐれもこれ間違えないでほしいんですけれども、高校の時までの自由研究とは違います。 At the College of Arts and Sciences on the Komaba campus, various styles of classes are provided. In this class, the students break up into groups and narrow down the focus of their study, working together to deepen their discussion.In addition to the May Festival held at the Hongo campus, in November, the Komaba campus hosts the Komaba Festival, a popular event that is attended by more than 100,000 persons each year. As a special event commemorating the 60th anniversary of the Komaba Festival, a public dialogue was held between President Hamada Junichi and Professor Yamakage Susumu, the Dean of the College of Arts and Sciences. Titled Systems for Knowledge in the First Decade of the 21st Century, they discussed their perspectives on the university's arts and sciences education in the coming 10 years.決してそういう伝統的な学問分野が役割をなくすということはないというのが印象The Kashiwa campus, the third campus of the university, which is a new base of education and research. In this vast site, the creation of new academic fields far beyond existing frameworks of academic research is being promoted. The Graduate School of Frontier Sciences, brought together by transferring all its separate functions to the Kashiwa campus in 2006.The concept of transdisciplinary was newly created with the establishment of this graduate school and clearly demonstrates the individuality of the Graduate School of Frontier Sciences. 学友号というのは、まあ、あんまり聞かない言葉であったかと思います。東大でもこの研究科を作るときに初めて、まあ、作り出したに近い言葉だったと思います。それまで学祭的なとかですね、そういったことはいろんなことところでやっておりました。で、学祭というのはもともとある分野がきちんとある状態で、それと間を埋めるような形になろうかと思います。例えば本郷は昔からの学問を発展進化させるところ、それから駒場につきましては学際的なところ、あるいはその先進的な部分をやると。で、柏は新しいキャンパスを求めて学融合を進めるところと、こうに言っております。で、学融合というのは例えば工学と農学と政治経済みたいなものをですね、それぞれが持っているそれぞれの分野を
合わせて、でさらにその溶け合ったような形で新しい分野を作り出すということだと思います。そういったところが違うところであります。Researchers gather every day in the seminar room of the Institute for Physics and Mathematics of the Universe. 毎日3時にお茶の時間を持っていて、そこには基本的に出張してない研究者全員来なければいけないということになっているものですから、いろんな人が来ます。で、実際どういうふうに分野を超えた交流が生まれて、そこで自然に議論が生まれていくのか。このプログラムで作った研究所は外国人の比率が3割以上なければいけないと。で、実際我々の研究機構ではすでに外国人比率が6割になろうとしていまして、でその6割の外国人が大体3分の1ずつ他のアジア人、ヨーロッパ人、アメリカ人で、オーストラリア人が一人いますけれども、そういう格好で外国人がかなりたくさんいるという状況です。例えばその理論物理と実験物理の研究所っていうのはもちろんたくさんありますし、それから理論物理と数学だけの研究所っていうのもあるんですけれども、ここでの思想はやっぱりその宇宙を研究したいということですから、どうしてもデータがいるということで観測と実験のしには考えられない。で、一方それを組み合わせてどういう法則があるのかとか、宇宙の将来どうなるのか予測したいというような問題の時にはやっぱり理論も必要ですし、でそれに理論に伴って数学がどうしても必要だというわけですから、あえてこの組み合わせを作る、これは今まで世界で例にないがないと思います。 Diverse projects covered on the Kashiwa campus proceed free from conventional rules and frameworks.The Institute for Cosmic Ray Research is another research institute that is the pride of the University of Tokyo. 宇宙船研究所というのは、その名の通り宇宙船の研究をするところなんですけども、宇宙船のうち非常にエネルギーの高い宇宙船についてまだ分かっていないことも多いので、そこら辺を研究する分野。それから宇宙船の関連の分野としまして、宇宙から来るニュートリノを研究する分野、またあるいは新しい形の天文学を切り開いていこうという、そのような分野があります。やはり世界的に見て最もアピールできる点はやはりスーパーカミオカンデだと思います。で、特に近年この装置によりましてニュートリノに質量があるという、非常に大きい発見がありまして、現在もそのニュートリノの質量に関連した研究を精力的に進めています。 The Institute for Solid State Physics, established as a nationwide joint use research center, along with the Institute for Cosmic Ray Research, has achieved many results in the observation of the behavior of materials under extreme conditions, impossible with conventional lab equipment.物性研究所といいますけれども、物性というのは、ものの性質という意味でありまして、私どもの身の回りにあるいろいろなさまざまな物質はいろいろな性質を示しますけれども、そういった物質の性質というのがどういう原理で、そういう性質を持っているのかということを物理学あるいは科学の根本原理から解き明かそうと、そういう学問が物性科学です。一般の大学の学部等ではなかなか実施が難しいような特徴的な研究を行っておりまして、例えば一番最近では超強磁場、非常に強い磁場を発生するという設備を建設しております。物性研では以前からそういう極限環境という非常に強い磁場ですとか非常に低い温度とかあるいは高い圧力とか、そういうものを実現してまいりましたけれども、この今行っている超強磁場プロジェクトというのは、世界のトップに出るようなものです。On the Kashiwa campus, improvement of researchers and students' environment is underway, such as the establishment of an international lodge that enables foreign researchers and students to focus on their research in a comfortable living environment. Each year,The University of Tokyo receives many visitors from universities, research institutions, and international agencies located in countries around the world. Following a visit by the previous Secretary General of the United Nations, Kofi Annan, in June 2009, the current Secretary General, Ban Ki-moon, visited the University of Tokyo in July.
and a town meeting was held with University of Tokyo students in Koshiba Hall. It's a great pleasure for me to stand before you. Or are you going to exercise your leadership by proposing your own idea for the Security Council reform? Thank you. This is very tough questions. With our transformation into a national university corporation, the University of Tokyo is actively pursuing a range of activities through collaboration between the university and industry. Centered on the Division of University Corporate Relations operating from the UCR Plaza at the Hongo campus, these activities are aimed at efficiently returning the results of university research to society, where it is put to use in a variety of businesses. Todai TLO Limited oversees the smooth transfer of University of Tokyo patent and technologies to industry through technology transfer agreements and undertakes related management. The University of Tokyo Edge Capital Company Limited invests in venture businesses and other enterprises employing advanced technologies and intellectual properties developed by the University of Tokyo, and channels the returns from these investments to the university. This virtuous cycle of investment and return provides further momentum to R&D and personnel development. Located next to the UCR Plaza is the Entrepreneur Plaza, home to newly formed venture businesses, which represent incubation projects of the Division of University Corporate Relations. Their aim is to join the first rank of university-initiated venture businesses. The results of research at the University of Tokyo can be seen here as well. The Communication Center, located just next to Akamon Gate, contains a number of products bearing the University of Tokyo logo. Among them are the rare Usaki Sake, recreated using Aspergillus niger stored at the Institute of Molecular and Cellular Biosciences, and dietary supplements, such as amino acids for strength and revitalizing amino acid. These were created from research into the nutritive effects of amino acid absorption in the human body. ただいまから2009年度業務改善総長賞表彰式を開催いたします。表彰状総長賞東京大学総長浜田純一、おめでとうございます。 The University of Tokyo encourages active participation by academic and administrative staff in improving the smooth functioning of university operations.Excellent improvement projects carried out by various group staff are presented with the President's Award and other accolades, further stimulating motivation of both academic and administrative staff. In the University of Tokyo, various symposiums and workshops are held throughout the year, and many of them are open to the public. In the 6th Life Science Symposium, as many as 16 University of Tokyo graduate schools, institutes, and networks presented cutting-edge research and the true essence of education in the life sciences.薬物動態特性というものを見ることがいかに重要かということを特にトランスポーターに焦点を当ててお話をしたいと思います。100個の化合物、大変な思いをして開発した100個の化合物が、フェイズ1の臨床試験に入ったとしても、最後厚労省、日本だと厚労省とか、アメリカだとアメリカの FDA、 そういうところに認可される割合というのは、わずか 8% しかないですね。生命科学という言葉はかなり広く捉えておりまして、ですから今回のネットワークには、例えば法学部ですとか、それから人文社会ですね、それから教育学、こういったいわゆる文系の学部の先生方も入っておられます。
それから、まあ、それ以外にも医学部、薬学部、理学部、農学部という、まあ、当然生物学、生命科学をやっているところも入ってまして、合計しますと研究所を合わせて16部局って、まあ、非常に大きな幅広いそういう組織になっています。我々自身が生きているものですから、そのでしかもまあ生きているとは何なんだろうって考え出すとなかなかもう分からないことはたくさんありますし、しかも非常に不思議なことはたくさんあって、まあ我々こういう研究してますけども、研究していること自体がね、やはり我々人間が持っている能力なんですね。でこういうその非常に高度なですね、生命体がどうやってできてきたのかって、もこれはもう本当に永遠の 謎と言ってもいいと思うんですけども、まあ、そういうことを解き明かしていくっていうのは当然ながら人類がやっていかなければいけない一つの問題だと思います。The United Nations has declared 2010 to be the International Year of Biodiversity. In commemoration, the University of Tokyo Integrated Research System for Sustainability Science hosted an international symposium on the subject of biodiversity and sustainability. 日本の伝統的な自然共生社会のモデルである、まあ、里地、それから里山というふうなものになるわけです。まあ、残念ながらこういう仕組みが昭和30年代以降のですね、燃料革命、それから肥料革命の結果としてですね、崩壊して、私たちは里山っていうのは非常にいいもんだというふうに思っているけれども、なかなかそれを維持する仕組みがうまく見つけられないで、今日今それを問題視していると。そのサステナビリティっていうのはグローバリゼーションが進んでいる、世界は一つになっていると同時に、それぞれ世界は多様ですから、その中で、まあ、その多様な人が共存しながら生きていくという両方の側面があって、その多様性を担保するという観点ではやっぱりどうしてもその、まあ、お互いを認めつつ違いを認めつつ、まあ、一緒にやっていけるような、そういうネットワーク作りが非常に大事だというわけで、まあ、それを非常に重要に思っています。サステナブル社会、21世紀の社会というのは日本をですね、やっぱ新しい社会に変えていく、それは政治もそのガバナンスもそう、地方自治の問題とかですね、いろんなことを含めてやはり新しい社会づくりをしていく。でその時にどうしてもやっぱりその知識って、それも単なるお勉強の知識ではなくて、具体的に人を動かしていけるような知識ですね、そういうのが必要なので、それを提供できるような大学で、まあ、あるべきだというのが我々の考え方なんですね。During the second half of the symposium, a panel of researchers and experts from Japan and abroad engaged in an enthusiastic panel discussion concerning efforts for creating a society in harmony with nature. The year at the University of Tokyo concludes with the graduation ceremony held at Yasuda Auditorium in late March. This year, some 3,000 students graduate from the university's faculties and some 4,000 from the university's graduate schools. Each will leave the university nest with an individual role to play as a full-fledged member of society.学域授与。学域本学工学部社会基盤学科において正規の試験に合格し、所定の単位を習得したことを認める。東京大学工学部長穂立和夫。上記学部長の認定により学士工学の学位を授ける。平成22年3月25日東京大学総長浜田純一。おめでとうございます。
時代は今大きな変化の時期を迎えています。金融や産業が世界的規模で揺れ動く中で、人々の生活の基盤も揺らぎ、社会は未来への確かな指針を待ち望んでいます。人類の知恵はこの危機から学び、誰もがより快適に安心して生活できる社会の姿を生み出していかなければなりません。そのような新しい世界を描き、それに至る道筋を提示することが今学術に求められています。東京大学においては、人間の存在や生命現象の仕組み、さらには宇宙や物質の成り立ちに対する根源的な研究、また人々の社会生活を支える科学技術の開拓や制度・理論の構築など、幅広く多様な学術研究が行われています。そしてそれらの研究を基盤として、未来の社会を担うべき優れた人材が育成されています。日本の国民に支えられる国立大学法人である東京大学は、こうした学術研究と人材育成を通じて、未来への確かな指針を示し、国民に対する責任を果たしていくつもりです。社会が数多くの課題を抱えていることに対して、東京大学は新たな学術的価値を創造し、多様な教育と研究のプログラムを構築していくことで応えていきます。こうした挑戦を可能にする学術的な基盤の充実と発展にも引き続き力を注ぎたいと考えています。東京大学の学術のウィングは、現在と未来だけではなく過去にも広がっています。知の創造にとって、未来に開かれた知の可能性に対する果敢な挑戦とともに、歴史に鍛え上げられた知の蓄積に対する鋭敏な意識は決定的な要素です。時代にもてはやされる研究だけではなく、多彩な学問分野を時の制約を超えて確実に維持し発展させ続けることは、学術の基盤を豊かなものとし、創造性を生み出す源となります。こうした東京大学の目標を実現していくために、2015年3月に至る私の任期中に、何を目指し何を行おうとしているのかを明らかにする行動シナリオを作成しました。そこでは、東京大学の今後の活動の基本的な考え方が総合的に明確化され、具体的な行動がセットとして示されています。その中には、例えば知の公共性と国際性、知の競争、タフな東大生などの項目があります。知の公共性と国際性とは、個人の利益だけではなく、知識を通じた社会への奉仕を考えるということです。また知識は多様な事実や考え方、価値の裏付けを持っており、国境を越えて相互に切磋琢磨されていくべきものです。知の競争とは、知識は大学だけが占有するのではないという考え方から、企業や市民など社会が持っている知と相互に刺激をし合いながら、大学が知を体系化し、その先端を切り開いていくことです。またタフな東大生とは、すべての学生が豊かな教養と深い専門性を備えた人間となることはもちろん、海外経験、異文化体験などを通じ、コミュニケーション能力や行動力を身につけることです。多様な学生構成の実現により、相互に切磋琢磨する教育環境の中で、卓越した学生が自らの能力を最大限開花・伸長できるようにし、また全ての学生が充実した生活環境の下で、多様な学生支援によって安心して自らの将来構想を設計・実践できるようにしたいと考えています。この行動シナリオを、森を動かすという私の初心にちなんで、ホリスト
2015と名付けました。常に日本の学術の最前線に立つ大学のフロント、多様な人々や世界に対して広く開かれた存在のオープです。日本と世界の未来に合う責任感のリスポンシビリティ、教育研究活動における卓越性のエクセレンス、それらを持続させていく力と体制のサステイナビリティ、地に裏打ちされた強靭さを備えた構成員のタフネス、これらそれぞれの頭文字を取ったものです。こうした精神をバックボーンとする行動シナリオの実行に向けて、私たちは着実に歩みを進めていきたいと思います。知識の創造と教育、社会との連携を通じて、東京大学は日本の未来、世界の未来に対する公共的な責任を今こそ果たすべき時であると考えています。これからも東京大学は世界を担う地の拠点として一層の発展を図っていく決意です。